米仏、米、米仏、いう三年、1051年から大韓元年、1107年は、中国の北宋末の文学者、書家、画家、修造家、鑑賞家であり、特に書画の専門家として活躍した。署名は仏、字は、現象、感触によって、南宮、十四所によって海学と呼ばれ、号は、常用万史、海学外史。 六門古事、九門古事などがあり、失明を、法進む際と言った。この四名とも人氏に対して、大米と呼ぶ。古北上洋の人で、後に、ウルーシュに京を定めた、現在のチャンス鎮行。書においては、西条、祖職、皇帝権と共に、僧の四大家と称されるが、米仏は四人の中で、最も初期に精通しているとの表がある。 他の三人はエリート政治家として活躍したが、米仏は諸賀の分野のみで活躍した専門家であった。彼の大伐は今日でも王義氏や当人の親戚を研究する上で最も重要な参考資料になっており、その鑑識願は中国史上最高とも言うべきものである。賀においては米法山水の創始者として知られ、多くの人に模倣された。また、従来、 専門家が行っていた天国を作家自ら始めた人物とも目されている天国層元を参照。米家のルーツは秋武徳特の一国の米国マーイムルグに住むソグド人で中国に移り住んで米を生徒した。この災域の米国は当の高層の時代に退職に滅ぼされ住民はシルクロードから中国に亡命したと言われる。米仏はこういう年。 千五十一年、ジ陽で生まれた。先祖は代々三世の大元に住み、後に、ジ陽に移った。母の縁師が、英宗皇后、信人清烈高皇后の乳母として仕えていたことから、米仏は家卓を受験しないで関東に着くことができた。壮代は家卓史上主義であったので、これは、かなりの特典だったと言える。しかし、彼の母名に、家の学に従うを喜ばず、とあり、 故意に受験しなかったとも考えられる。地方の割合低い管理を転任するが南方が多く、米仏は江南の山水を愛した。彼は非常に書画が上手かった上に鑑識に優れていたため、数年三年、1104年の書画学、宮廷美術学校設立の際に書画学博士となった。そして、基礎の側近に仕えて書画の鑑定に当たり、後に霊部院ウィローに抜擢された。 この感触名がかつて南宮ドネリと言ったので米南宮と呼称された。基礎の膨大な書画コレクションを自由に利用できたことにより古典を徹底的に組織的に研究した。彼は名跡を臨母し、鑑定をし、収集をし、そして干渉した書画についての多くの記述を残した。その著録は極めて科学的であり、今日でも正確で信頼の置けるものである。 このように彼の書は、古法の探求を土台にしているため、品位と規模において、南朝や初島の大屋に匹敵し、この後、彼以上の書家は遂に現れなかった。その書は初はめ等の眼神経、貯水量を学び、後等身の大下士、義、進むの書名家に遡って、研究を進めた。古来、彼ほど臨物うまい者はいないと言われ、その精密さは、 個人の親戚と区別がつかなかったと伝えられる。よって、今日に伝わる党以前の作品の中には、彼の輪母が混じっている、可能性もある。彼の書について、千和尚夫には、大方、王義師に学んでいる、と記されている。また、米仏に、聖書なし、と言われるように、行書、僧書に、多くの名品を残した。しかし、陶器庄は、がぜんし続に、 米仏自身、最も自信を持っているのは紹介であり、彼はそれを大事にしたので多く書かなかったのだ。と述べている。嘘職や皇帝権と交友関係にあり、米仏が一番若かったので彼らは米仏を可愛がっていた。米仏は傍若無人で、奇想の前でも皇帝権は字を描くだけで、嘘職は字を描くだけである。などとけなしているが、彼らが腹を立てた形跡はない。 また、米仏は、卑怯な性格で、古書、名画を貪欲に収集するばかりではなく、奇跡解析の収集も、趣味とし、名石に出会うと手を合わせて拝み、石に向かって、に意をばわりするほどであったと伝えられる。よって、しばしば狂人扱いされて、米いただき、米店、米仏の代わり物とか、米地、米地などと呼ばれ、様々な逸話が生まれた。服装も、 当代のファッションを堅くなに守ったという。数年5年、1106年に、ち外洋軍となり、翌年、外洋軍の役所で没した、57歳、宗氏に、捨てが建てられている。実著の、た竹名言に、宗年にはまだ一家をなし得ず、あらゆる古典から学んだ寄せ集めで、人々から、中古寺と言われた。しかし晩年になって、一家をなすと、人は、 私の書が誰の書風に基づくかわからなくなった。と述べているように、米仏は多くの古典を臨 μ して書を学んだ。作品として多くの親戚が残り、また多くの州長、軍玉道長、与清潔祭長、下行道長など、船長、法進む最長、栄行道長など、単長、論鎮山形への記に刻されている。代表作は以下の通り、職祖長、 食素状は、元有三年、1八8 8年、38歳の行書。食、四川省でおられた元、絹の巻物に書いてあるのでこの名がある。カラスイトラン、後ろん、縦、横の回線を折り込んだ剣本。絹目の,の効果によって潤滑が制細を放って、変化に富む。珍しい材質でしかも、折り目が荒いため、かなり書きにくかったことと思われるが、陸長のひついで、 米仏の本領を遺憾なく発揮し、中年期における代表作と評される。本庁は、元優三年、1088年9月、石膏省古州の知事であった林機に招かれ、古州の地で、林望の求めに応じて記号したものである。内容は、米仏自作の歌8首を71行に書いている。8首の題名は、以下の通り。最後に、 元う母親9月23日、谷同米付月の歓喜がある。民の陳甘姉、小津愚吉、祝院名、陶器将来の大罰、文長名の式語があり、本庁の人気ぶりを彷彿とさせている。陶器将の罰文は本幅と同じ絹状に書かれているが、米仏の前では一段を取って見える。看護の職祖の末尾に、林望美が、広し安志元年、 1068年に書いた大罰があり、喜び歴行進に東川で作ったこの植祖一貫は我が家に24年増している。攻略と記されている。これによると、1044年にこの憲本がおられたとあるので、その44年後に米仏が記号したことになる。親戚は台北国立呼吸博物院に増されており、下校道長。 三木道法上にも刻されている。二十七点八二百七十点八センチメートル全文和を参照。長慶士官、長慶士官は、元夕三年、千八十八年の行書で、五個取立死六首を十五行で書いた士官である。職訴長王と同じく、林望に招かれて、長慶、石膏省に遊ぶに際し、友人たちに送ったものである。 親戚は元真の内フ所像。満州国法開示に略奪寸断されたが、1963年に発見され復元修理された。現在、呼吸博物院、北京に蔵されている。下高堂道多玉遠道町などに国がある。行書三条、行書三条、親戚三条とも、は、長期名町、祝津小森町、李大師町の三条を合わせうしたもの。 いずれも行書体で書かれているのでこの名がある。この三条は、民の甲元の所蔵を経て、真のナイフに入り、その後、日本に白祭されて現在、東京国立博物館に収蔵されている。三木道法上二国がある。超奇名長、超奇名以上の書写年は不詳。余治む超名鳴から始まるのでこの名がある。長奇名とは、長局のことで、 法明町法録にも世間記名第一書なりとあることから、長曲には白鋼の他に記名という字があったと考えられる。本庁の内容は、自ら手に入れた長曲の秋深市長、周新城が長曲の書の中で最も良いというもの。そして、気力また、いかんなりと一筆で書いたところは、秋深市長の一部を臨書したものであるが、王権主の 中秋町にも告示している。柔軟に自由に書いているが、古法の基礎があるため品格が高く、また、個人の筆法が優雅していることから比較的万年の書と思わせる傑作である。25.831.3センチメートルの、資本。祝津ご森町、祝会場の書写年は不詳であるが、歓喜に、米、ふつとあるので、元有6年、1九9 1年。 41歳以前の書と推定される。内容は、同僚の子高校に、秘蔵の品物を送るので、子孫のために、両家の子供の名を書いて、記念にしようというもの。24.529.6センチメートルの資本。理大師長、理大師上は、元有三年、1088年、38歳の書。理大師、おさむすすむ県十四条。 から始まるのでこの名がある。李大使とは、李のことで、当時、李の所蔵していた、進む剣十四条、新剣十四条を鑑賞した時の書評を述べており、武帝と大恵比寿の書には、天中の木があり、シャーンの角は、王剣士より上だ。とある。進む剣十四条を見た時の記録は、法明町法録や、書士にも残っている。総書条総書条は、 元日町、元日町、我、友町、中州市町、中州市町、目球場、目球、解体町、解体城、徳誠町、徳新城、創生町、創生城、家計町、家計城、笹儀町、宝儀城の9条からなり、秋代の低雲館町に国入りされた。しかし、新代の秋の僕ゆかり遺憾には4条、 実は五条だけで他は失われたと記されている。この残存する蝶を創書四条と呼ぶ。ただし、後に、徳誠蝶と創生蝶の二条は発見され、現在台北の古宮博物院に造されている。家計帳と笹麦長は、現在も、親戚の所在は不明である。創書四条、創書四条は、元日蝶、我、友蝶、中州詩長 目球場、解体帳の五条からなり、中州市長と目球場が一条として扱われたためこの名がある。干末には、米友人氏の米仏創所球場罰がある。本町は寝台には宮廷コレクションにあったが、現在は大阪市立美術館に造され重要文化財に指定されている。我、友帳、保友情は46。 四十七歳の作と考えられている。十分に熟した書で、若い時代に、修古寺と呼ばれたような無法的な、硬さは見られず、傑作の一つである。玉縁道帳にも刻されている。米仏総書九条罰。米仏総書九条罰は、米友糸氏が書いた、総書九条の罰分で、右総書九条作新、新戚新、米友人氏間提供罰と、 行書体で二行に書かれている。米友人氏の親戚は、極めて稀で貴重である。縦二十五点二センチメートルの資本。五行船中士官、五行集中士官は、四十歳前後の大技の、行草書。自作の、五行船中作、五言腰一種を書いている。関東に、大田区の六行の大罰がある。天地三十一センチメートル用の資本。 ニューヨークメトロポリタン美術館像。方園暗記。方園暗記は、原宝6年、1083年、33歳の行書費壮大に、すでに原石は死しており、現在通行するものは、秋夜の重国が多い。新人の筆致が見え、彼の行書の中でも特に著名なものであり、二王の書を国句習得した跡が見える。その書風は、 日本の江戸時代に沈徴され、第三洋、柳川西岸、市川米安などが四宿した。飛行188センチメートル、幅119センチメートル、全17行、毎行48時、内市49時、単調の、論ン山形江岸期に国がある。二次検視官、後検視官は、裁判人の行所。柔らかい白紙に、拳大の大技で、 一行に二次ないし三次を書き、変化の妙に富む。楽観はないが、最後の、甲の字の下に、米仏の主文院が押してある。巻末に、元公門の抜群があり、会見でカバの足、吠いを切るようで、意のままにならないものはなく、王権氏以来の唯一の人である。と記してある。三十一点に四百八十七センチメートルの、資本。東京国立博物館像。 米仏の書の真骨頂は、石徳に結実していると、言っても、過言ではない。そして、額、二帳が、石徳の中でも特に優れたものとされる。三木道法上や、英公道帳などに、多くの石徳が、刻入りされている。親戚は、台北の古旧博物院修造のものが、質、量ともに勝り、以下の一品がある。額、二帳、なっけ以上は、 四十四、四十五歳児の行書。本庁は同僚である、市長文に宛てた手紙で、楽兄とは、市長文のこと。積徳中の屈指のものであり、親戚は新代に、秋の所蔵であったが、後に、日本にもたらされた。しかし現在、所在不明である。教訓道庁に国がある。恵比寿節長、重節上、松室林業士君積徳、林義士君長とも、 は、諸斜年不詳の行奏書。恵比寿町と節町の情能を報じた、内容によりこの名がある。米仏は、王家の処方、とりわけ、王剣士の筆法を学んでおり、その一筆書きを追慕しているような連綿草である。松室白、三鶴大座石徳、白十大座にいたす石徳、松室白、三鶴石徳とも、は、諸斜年不詳の行奏書。白三 蝶は、九十、喪失の人に宛てた、礼状なのでこの名がある。喪書へと急転する必性から、晩年の書と推定される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。